11351型国境警備艦、オリオール艦上のオサーエイム発射機。スラバ級巡洋艦、マルシャル・スチノフ艦上のオサーエイム発射機。4K33 オサーエイムは、ソビエト連邦の股間防空ミサイルシステム。西側諸国においては、アメリカ国防総省識別番号としては、SAN-4、NATO コードネームとしては、月光と称された。 1950年代より開発され、1960年代以末、つ、ないし1970年代はじめにかけて、配備、運用が開始された。航空母艦、巡洋艦等の大型艦から、警備艦、ミサイル艇等の小型艦艇、揚陸艦や補給艦に至るまで幅広く搭載された。現在も、ロシア海軍を中心に、多くの艦艇に搭載されている。 オサー M は弾層を兼ねる円筒形のコンテナに発射機ごと収納され、通常発射機は格納された状態となっており、コンテナも艦艦下に搭載されていることが多いので、蓋の部分が外部より露出しているのみである。大型艦は艦隊防空を担う中、乗車形対空ミサイルの内側を受け持つ、股艦防空用として、通常量限各1機合計2機が小型艦艇や、 補助艦艇は主たる防空用として一機搭載している。発射機は油圧で昇降し、ミサイル発射時には、サイロの扉が左右にスライドして開き、360度、旋回式の連装発射機が競り上がった状態となる。連想発射機 GF-120 には、垂直球弾方式により、ミサイルが球弾される。発射機直下の甲板下には4機のロータリー式断層があり、 核弾倉には5発ずつ、合計20発のミサイルが弾頭部を下にした状態で格納されている。発射器は通常発射器全体が甲板下に格納された状態にあり、使用時に発射器が甲板状にすり上がる。ミサイルはビブを上にした状態で、発射器のレールに送除され、ミサイルがかかりよされたところで、発射器のアームが回転し、弾頭部を上にした発射体制となる。 同時に、艦板直下に装着された開閉扉がスライドして、閉じ、ミサイル発射時のブラストの断層への流入を防止する。後部2機の断層のミサイルが装填、発射され終わると発射機は180度回転し、全部2機の断層のミサイルが装填、急弾される。完成及び誘導は、MPZ-301 バザ、NATO コードネームポップグループ射撃式装置により、行われる。 同装置は誘導用に F、H、I バンドのレーダーを備え、最新型は光学式によるバックアップも有する。一つのレーダーにつき一つの目標に対し誘導を行うことが可能であり、水上目標に対しミサイルを誘導することも可能である。現在運用中及び過去に運用していた国及び機関、オサー M 及びその派生系を搭載する官邸。ありがとうございます。